政治ってよくわからん？いいえ、あなたが明日の生活に不安がないよう仕事をするのが本来の政治。でも今そうなってる？今年4月、お腹が減ってお地蔵さんのお供え物のポップコーン100円相当を食べたという男が逮捕された。生活が苦しくても盗んではいけない、法律で裁かれます。一方、自民党4分の1の国会議員たちは数千万円もの裏金を猫ばばしても逮捕なし、議員辞職なし、お金も返さない。政治家の皮をかぶった盗っ人、強盗です。一方、生活が苦しいと感じる国民は全体の約6割、国民の 6.5 人に1人がすでに貧困という状態。1人を痩せたい、2つに1つが貧困、高齢者、5人に1人が貧困、1人暮らし女性、4人に1人が貧困。社会の底なんてとうの昔に抜けてますよ。でも日本は大金持ちの数世界第2位、富裕層365万人、大企業資本家だけ儲かりまくり。大企業の現金はこの13年で139兆円も新たに増えた。超絶格差社会日本。あなたの生活が苦しいのは努力が足りない、自己責任っていう空気ないですか？騙されないで。政治が作ったルールに問題があるんです。絶望してる？だったら変えよう、令和と一緒に。大丈夫、この国の治療法、私たちが持ってます。まずは消費税を廃止、あなたの使えるお金を増やそう。消費税とはあなたを騙す詐欺。グラフ左は昭和の後半、右は令和の始まり。階段が下がるように減税されているのが法人税。3、5、8、10と消費税が上がるたび必ず法人税が下がる仕組み。あなたから絞り取った消費税はその一部しか社会保障に使わず、大企業や資本家に大減税。消費税とは組織票と企業献金に対するご恩返しです。消費税が上がるとみんな物を買わなくなる。物を買わなくなると世の中にお金が回らず全体の賃金が下がる。例えばあなたが150円のリンゴジュースを買う。その150円は買ったお店だけでなく、リンゴを作った農家、ジュースを作る工場、そこで働く人たち、それぞれを運ぶトラックドライバーにもあなたの150円が広がる、波及する。つまりあなたの消費は誰かの所得になる。消費が減ると世の中にお金が回らず全体の所得が減る。回り回ってあなたの給料まで減らしてしまう。100年に一度の不況と呼ばれたリーマンショック、個人消費の落ち込みは消費税ではどれくらい落ち込んだか。 5%、 8%、 10%。 消費税増税の影響はリーマンショックを超えている。未だ増税前の水準にも景気は回復してない。25年以上の不況が続いて、みんなどれぐらい貧乏になった？高い所得から低い所得まで全部並べた真ん中、所得の中央値が131万円も下がった。世界的にもこれは異常。実質賃金、先進国は上がりまくってる。日本だけ30年間下がりまくり。この状況を見れば減税一択。でも消費税減税など論外、やらないという政党がある。その理由は時間がかかるからだって。本当かな？景気が不安定な時、消費税の減税は世界で常識。減税までにかかった時間はイギリス7日、マレーシア16日、ドイツ28日。どの国も1ヶ月以内でやっちゃってる。時間がかかるから減税は無理。いいえ、やる気がないだけ。間抜けな政治家はとっとと退場させよう。消費税は廃止、最低でもすぐ減税。その先頭に立つのが令和新選組。国会のタブーを打ち破る。最大の問題は国民から絞り取るだけ取って国民にお金を出さないドケチ体質。国際統計を見りゃ明らか。このグラフ、右に行けば行くほど国がお金をいっぱい出して経済成長率が高い、つまり政府支出が伸びていて経済成長している国は右斜め上に位置します。先進38カ国、一番国内への投資を伸ばし成長している国は韓国です。
20年前一人当たり GDP は日本の半分以下だった。今や日本を追い越す勢い。他の国はアメリカ、イギリス、ドイツもお金を出して経済成長。あれ、日本は一番下。政府支出の伸びを一番きつく抑えてきた日本、成長率が一番低い。投資しなきゃリターンもない。土下地国家は国民が貧困化する。一人当たり GDP で見ると2000年日本は世界2位。そして2023年は34位。国民が貧乏になる中、なぜ毎年一部の大企業だけ過去最高利益を更新できるのか。資本金10億円以上の大企業、30年の推移。1997年を100として大企業の売上はほぼ横ばい。一方経常利益は4倍以上。株主への配当は 8.4 倍に。売上が横ばいなのに特定の人だけ利益が増えまくる不思議。非正規や派遣に置き換えて従業員の給料をほとんど上げず、未来への投資、設備投資を削り、利益を株主に差し上げ続けている。生活が厳しい、働いても豊かになれない。それを自己責任ですって？大間違いです。どう頑張ってもどうにもならない現実は一部の者だけに圧倒的有利なルールを作って国内を草刈り場にした自民党と、それを体を張ってでも止めてこなかった民主党など野党にも責任がある。日本の経済を強く豊かに、失われた30年を取り戻そう。失われた30年の所得を取り戻そう。消費税廃止、社会保険料の減免、季節ごとの現金給付、子育てにかかる費用、教育費は無償化、奨学金チャラ、年金の底上げ、赤ちゃんから高齢者まで国が支える。武器の爆買いなど戦争ビジネスじゃなく、食料、エネルギーを国内で自給できるよう政府が財政出動で支える。これぞ本物の安全保障。変えよう、令和と一緒に。あなたの地域にも令和の仲間がいます。岐阜3区、坂口直人。走る坂口直人です。今生きることに苦しむ人のもとに真っ先に駆けつける、そして下から支える、そんな思いを走るという言葉に託しています。私は長年紛争地域の現場で平和を作る仕事をしていました。何度か銃撃襲撃を受け、仲間を殺害された経験もあります。最大の不条理は戦争。平和への貢献を安全保障の柱にして、日本を戦争の危機から守ります。地元岐阜県では地域を歩いて走って対話を続けてきました。中小零細企業、非正規雇用の方々、子育て世代、農家の方々などが特に苦しんでいるのを実感します。消費税を廃止し、経済的に苦しむ人が安心してお金を使えるようにします。平和外交と消費税廃止、坂口直人が全力で取り組みます。茶番だらけの国会を変える、令和新選組。比例は令和、比例は令和とお書きください。